まあ、トスも前半は非常に良かったんですが、うん、ここチャンスか、抜いた、シュート打っていく、決まった、入った、 J1 ホーム初ゴールは澤田、右足一閃、前半の2分です。一瞬の隙を突きました澤田。そうですね、リプレイでご覧いただきましょう。島田がワンタッチ入るんですよね。この後この仕掛け良かったですね、はい、非常にパンチ力ありましたね。ニアサイドに振り抜きました、はい、今シーズンの初ゴールです。